はい、皆さんこんにちは。今回はテレビくん11月12月合併号買ってきました。なんか今回仮面ライダーの付録めっちゃ多いね。まず1個目がシール付録ガグ貼りまくりシールっていうのついてます、このね右上にちっちゃく。そしてポケモンフレンダのサポートチケット、さらに一番目玉はセーバーのごちそう本物付録ついてます。4つ目はポスター付録シンカリオンダブルポスターっていうのがついてます。めっちゃ付録ついてるね。最後5つ目、ガンバレジェンズカード仮面ライダーガブポッピングフォーム、これ嬉しいね。ただこの前もらった無料配布のガブと似てない？これちょっと待ってよ、全然似てなかったまあガブポッピングフォームだからね、一緒っちゃ一緒だもんね。それでは早速付録をね出していきましょう。せーのドーン、逆だ。こんな感じですね。2大本物付録って書いてある。とりあえずねポスターなどの付録も切り離しました。これがパオジアンのポケモンサポートチケットです。フレンダのいいね、カエデ君にあげよう。さらにねガブ貼りまくりシール、もっと大きいイメージあったけどめっちゃちっちゃいからね。これセーバーのご地蔵のシールだね。さらにこれがシンカリオンのポスターかな。あ、めっちゃこれはでかい。そしてこちらが超合体バトルポスターになります。俺だけの最強 SRG って、いろんなパーツをね組み合わせて新しいシンカリオンを作れるのかな。じゃあね、目玉のセーバーご地蔵とガンバレジェンズカード出していきましょう。せーのドーン、やばい落ちたよ。まずテレビくん限定のねガンバレジェンズカードガブ、アビリティがこんな感じになってます。今度ね使ってみたいと思います。最後はご地蔵だ。じゃあシールを貼っていきましょう。こうか。はい、こんな感じでねセーバーのご地蔵シール貼りました。いいね。じゃあ音声をね聞いてみましょう。セット、めっちゃ変身音長いね。必殺技が。セイバー強いっていいね。といった感じで今回はテレビくん11月12月号合併号の付録を紹介していきました。ガンバレジェンズカードとご地蔵一緒に付録に入ってるっていうのがめちゃめちゃ今回のやつ良かったね。そして裏はねこんな感じでおもちゃ紹介してあるんだけど、バレンバスター10月5日発売みたいです。はるくんね農園になってからちょっとね調子悪くて、なかなかねうまい具合に紹介できないんで、またね調子がいい時があったらはるくんと一緒におもちゃ紹介していきたいと思います。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。